はい、こんにちは。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 はい。で、前回幕板にはその2段階で穴を開けるという、ことを、お伝えしました。まあ、そうすることによってその木の反りに対応できるということで、DIY の一歩その上を行くその家具作りの一つの方法としてご紹介したんですけれども、じゃあ今日はまあその技術編ということで、じゃあその穴を開けるときにどんなドリルを使ったらいいか、でどっちその大きい穴と小さい穴どっちを先に開けたらいいのということで、ご紹介していきたいと思います。はい、はい、じゃあ幕板にその穴を開けるという時にその2つ2回に分けて穴を開けるっていう話をしました。こっちは貫通穴でこっちはビスが止まるように大きい穴、皿がこれぐらいだとしてこういうふうに止めてやりましょうねという。こういう形になります、はい、じゃあどっち先に開けたらいいのっていう話になると思うんですけど、木工には、よく使うドリルが木工ドリルと鉄工ドリルっていうのがあります。これが鉄工ドリル、こっちが木工ドリルで、鉄工ドリルは、鉄とかにも穴を開けれるような丈夫になってます。木工ドリルっていうのは先端がすごい鋭利なので鉄に負けてしまいます。で素材自体も、違いがありますよという形ですね。で、じゃあどっちを先にどういうふうに開けたらいいのと言ったら、はい、まずここのちょっとビス分かりづらいんで消して、はい、ここを開けるとき、ここ今平らになってますけど厳密に言うと別にこうでも構いません。どうせビスが、こういう皿状に丸いので、ここを開けるときは、鉄工ドリルで穴を開けます。鉄工ドリルで、ちょっとここに鉄工ドリル、木工ドリルを書いておきましょうか。木工ドリルはこんな形、鉄工ドリルはこんな形、はい。で、鉄工ドリルっていうのは、円錐状になってます。で、木工ドリルっていうのは尖っている、はい。で、この場合初めに開けたいのはまずこの穴ですね、貫通穴、貫通穴を初めに開けてあげます。それを開けるのは鉄工ドリルで、この開いた穴に対してここの穴を開けてやりたいときには、この穴に対して鉄工ドリルの円錐がこう入ってくれると勝手にこの中心を出してくれます。ボール板やそのインパクトドライバーで穴を開けるときにこの穴に対してまずここがフィットしてくれるんで、ここが中心だねということで木が勝手に動く、もしくはドリルが勝手に動いてくれます。で、それに対して掘っていったら、必ずちょっとこれがその穴だとしたら、ごめんなさい、ちょっと小さい穴と書きましょうか。これがこうなっていたら円錐状のものがこう入った時に必ずこの中心を探して、でこういうふうに穴をさらに開けてくれるというような形になります。だからまあ一概にはまあいろいろやり方が人それぞれであるんですけど、うちではまずは貫通穴の小さい穴を開けてやって、皿用の穴はこの鉄工ドリルで開けてあげましょうねという形の2段階の穴開けにしています。はい、以上、分かった。はい、はい、鉄工ドリル、木工ドリル2段階で穴を開けるにはどっちが先？鉄工ドリル、木工ドリル、こっちが木工ドリル、ちょっとカメラに謝ろうかすいませんはい、はい、OK じゃあはい、ということで、ドリルの種類っていうのはもうもっとたくさんいろいろあります。それはまたおいおいご紹介させてもらうことにして、今日はその2段階の穴の開け方、
ですね、どうやったら中心が出やすくなるかっていうのを、まあ、そのドリルの形状に合わせてということで説明しました。はい、木工ドリル先端が、木工ドリルの先端が鋭利なものと鉄鋼ドリルという、円錐状になっている、そのドリルというものがあって、先に、貫通穴を、鉄鋼ごめんなさい木工ドリルで、開けてやってから、その穴にちょっと力を抜いてこうやると勝手にもうスッと吸い付いてくれるので、その円錐状の穴で、深さを決めて、開けたらいいですよという形の説明をしました。はい、ということで、まあ、テーブルなど、まあ、椅子もそうですね、基本はもう足物、足がある、家具っていうのはだいたいこうなってます。もう皆さんがお持ち の, そのテーブルとかも、後ろを覗くとそういう形で彫られていると思いますので、もし興味がある人はちょっとその家具をひっくり返して見てもらえればなと思います。ということで、短編家具講座ということでお届けしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。